Hey! Hello! 5月23日のしゃべりすぎゲーマーへようこそ。ようこそ。愛知の一番ダニエルです。はい、クラベッチです。野口です。はい、今井です。ね、この4人がね、今週末ビートサーモンに行ってきて死ななかったので、はい、無事に生還しました。でもみんな疲れてんね、明らかに。元気ないね、はい、俺昨日休みだったから大丈夫。俺休み取ってない。俺も休み取ってない。取ってな い, てない。じゃあクラブが大体8割喋る。それは嫌だ。疲れすぎゲームです。はい、はい、なので今回ね、主にビットサミット話になると思います。うん、はい、ビットサミット特集。ね、京都のゲームイベントでたくさんプレイしてきました。いいですね、そして、ね、まあ僕はそんなにプレイできなかったけど、インタビューとかやったりして、そうですね、酒飲んだりして、いろいろ楽しい経験しました。ステージもやりましたし、はい、まあ、いろいろ振りたいなと思ってまして、はい、まずは、今週遊んでるゲームはビットサミットで遊んでるゲーム、はい、ということで、はい、一番、ちなみに一番遊び時間が作れたのは誰なのかな。誰なのかね、俺じゃないと思うな。みんな取材で、いや同じぐらいだと思う。みんな同じぐらい。僕はできてないし、ダニエルもできてないし、まあ俺と比べたもん。俺多分4本ぐらいかな。あ、じゃあまあそれだったら俺が多いわ。あ、本当。あと、まあ、うん、単純に俺はまあ東京インディーフェスやってたじゃん。あ、はいはい、だから知ってるタイトルがあって。あ、まあそれは俺も前の台湾ゲームショーとかで遊んだものがまた、うん、いや出展してたりとか、うん、まあ遊んでなくても大体見たことある。大体それはあるね、うんうん、それはそうそうそう、はい、ということで、じゃあ、今井さんからいこうか。俺からですか。はい、じゃあまずは一番こう自分の中で盛り上がったゲームから、はいはいはい、まあ、それはっきりあって、はい、今回やっぱりもともと期待してたんだけど、デブロワーデジタルの、パブリッシングされたタイトルで、ルイナーっていう、はい、まあ、うちでもニュースちょっと出したり、はいはいはい、期待の2017の期待の10本20本ないときゃ、20かな、ああ20には入ってたかな、うん、まあ、いや入ってる入ってる、俺が押したもん、はいはい、なんでそれで今回多分初プレイアブルで、多分全世界でもかなり初めてくれた。あ、そうなんだ。すごい嬉しかったね、うん、はいはい、日本でこんなの公開してくれて、結果から言うとすごい面白かったんだけど、まあ、どういうゲームかっていうと基本トップダウンシューター、はい、で、まあ、ぶっちゃけホットラインマイみたいな。なるほど。でただそのセッティングがそのサイファイというか、なんていうの、サイバーパンクなんで、はい、未来的な中で、いっぱい出てくる敵をひたすら殺すと、うん、興味湧かないんですけど、まあ、まあ俺はそれだけでいい。だって最初からさ、ゲームのね幕合にキルボスって出てくるしかもプレイしながらちょこちょこ邪魔してくるじゃん。そうキルボス、もう全画面でキルボスっていうメッセージが入る。面白いね。もうもう声が見えないんですけど、いやあれは演出だから見えなくてもいいところにちゃんと出るんだけど、メッセージはっきりしてキルボス、なるほど、ね、とりあえずもう出てくるやつを全部殺すゲームで、特徴は基本的にはスティックシューターっていうか、そのあれなんだけど、トップダウンのシューターなんだけど、まあダッシュが3回までできると、うんうんうん、ダッシュの間無敵。なるほど。まあロールみたいなやつだけど、でもすぐ速いのシュッて、で3回までできるからポンポンポンっていって敵に近づいて敵のボンって殴れる。これ聞いてたらこの間のさ、なんだっけ、ミスターシフティだっけ、はい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 、ちょっと似てる気がする。ちょっと似てる、ちょっと似てる、かなり似た感じではある。ただミスターシフティよりもより、まああれドット絵だから、よりそのグラフィックリッチで、あれは見た目かっこいい、超かっこいいですよね、うん、アンリアル4で作ってて超ゴージャス、はいはいはい、でしかもそのダッシュがなんとプリセットで3つぐらいセッティングできるの。この右クリックをホールドしたら時間が止まるの、スローモーション、スローモーションね。でその間3つ地点を設定するとヒュッヒュッヒュッって気持ちいい、行くの。なんで例えば敵が囲まれても、なんかこいつとこいつとこいつの後ろに出て、後ろ出た時にタイミングよく左クリックを押すとボコッと殴れるから、なんか無双感、あ気持ちいいですね。超強い、そうやりてえな、超強い。なるほどね、それがまあ やれなかった、やってないですね。あ、僕はやった、ただし展示されてるのは PC 版、うんうんうん、これからコンソール版も開発するって話だったんです。基本的には同時に出すらしいよ、うん、PC も PS4 も。僕あんまりそんなに PC… 発売日はまだ夏、まだですね、夏か、夏予定、うん、夏だと思う。マウスキーボード僕はもうちょっと苦手なんで、うん、まあプレイは楽しかったけど、なんとなくうまくプレイ、まあキーボードだと WASD とかっこいいプレイ見せたけど、ね、でもあれ右クリックすると少し時間止まるから、まあ、ちょっとストラテジティック な要素があって面白いね、はい、なるほど。まああとはいろいろ見たんですけど、うん、一つはバルハラのブースは行ってきたんですけど、今回ビーターが出展されてて、うん、まあ、プレイしなかったけど、はいはい、まあ、その前に僕プレビュー書いてるんで、はいはい、十分楽しんだんだけど、バルハラのブースが面白かったのは、来て結構日本人いっぱい来てて、そのファン、すでにファンだっていうのも来てるんだけど、なんかそのデベロッパーの人っていうか、今回の開発した人に話したら、なんかファンアートをいっぱいもらったって言ってた。
でその中の一つを僕ももらったんだけど、まあ元々知り合いだったんですけど、これは日本であのリリースしているというか同人誌なんだけど、うん、あのそのバルハラの漫画があるんですね。書いてて、面白い。こういうのをいっぱいもらったから喜んでた。そういうなんかすでにあの日本出てない、日本語出てないけど、もうファンがいるんですね。ファンがいるとかね。この漫画も面白かったよ。ちゃんとバルハラのキャラクターを生かした設定で、世界観があの生かされてた。そうそう。なるほど。あの YouTube のユーチューバーについて苦言を呈すみたいな。すごい面白かった。まあそういう形でやっぱその直に触れ合うイベントだから、そういうファンが来てて直接話してるのは、うん、見てると面白い、ね、うんうんうん。気持ちがいい、ね。そんなとこかね。はいはい。はい、じゃあ僕はね、まあ、ほとんど取材とかステージとか係でそんなにプレイする時間なかったんですけど、うん、プレイしたものの中で、まずすごいなんかショーのベストゲームとか言えないんですけど、自分として個人としてすごく楽しかったのはめくるというあのスイッチのゲーム。めくる。まあ、ゲームの内容は、まあ、ちょっとオセロという昔 の, その古いボードゲームとボンママそうだ、ね、と、まあ、ちょっとだけスプラトゥーンの要素があって、うん、スプラトゥーンってやんの、まあ、自分の色にしていくとか、あの、まあパーティーゲームなんですね。面白かったね。面白かったですね。楽しかったですね。ちなみに一番勝ったの誰だっけ、うん、あのね、開発者でしょ。開発者、いや、その3人の中で、そう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 、3人だとクラウエさんかダニエルさんじゃないですか。いや俺だよ。いやいやいや、ちょっと数だけで言うとクラウエさんだけど、実際まず実際トップ取ったのは僕だけでしょ。一回取った。俺一回取った。そしてその僕が取った時に差が激しかった。違う、それは俺の時だよ。それがあれでしょ。それメディアのプレビューでやった対戦したやつでしょ。はい、そうですそうです。それみんな分かってないから。分かってない。言わなきゃ。この3人が開発者の方の対戦した。そうですね。日本対戦。角川さん、オーバーフェンスという開発者の。あの角川さんと一緒にプレイして、はい、ちなみに、うんうん、その角川さんの、初ゲームだったらしいですね。そうなんですよ、ね、そうなんですね。そうみたいでしたね。めっちゃ楽しかったです。面白かったですね、うん、でそれはまあ任天堂のブースに置いてあって、結構もう毎日ね結構混んでました、その展示が。混んでたんだ。やっぱもう本当にボンママンのこう雰囲気すごく強くあるんですけど、うん、あの音楽も SFX も、はいはいはい、あともちろんプレイもそうなんだけど、うん、まあでも若干違う。でゲーム性はかなり違うね。ゲーム性だいぶ違いますね。そうそうそう、うん、でまあ、あのもうすでに発売あのされてるんですけど、はい、あの販売されてるんですけど、うん、980円かな、あのいいショップで、ね、ステージが少ないんだまだ。今ボリュームあんまりないけど、無料アップデートは夏にやって出るらしい。基本でも、ま、マルチゲーなんでしょ。そう、そうですね。まあローカルマルチが楽しいのかなって感じだね、うん、でさっきさ何では一番のかって言ってたけど、結局最終目的は何、その自分のパネルが多ければ多いほど勝つ、まあ、塗ったのでジャンプすることで覆せるのパネルを自分の色に、うん、でその最後になって一番自分の色が多い人が勝つ、ね、うん、ああじゃあ要するにオセロと同じルール、そういうこと、そうですね、うん、で正しいアイテムによって、例えば、まあ、ボーママンと同じくこのアイテムだったらこう増す一つがアイテムが増えたりね、距離が、うん、だからちょっと感じたのが最後の10秒が大事だな。そうだね。そうそうそう、ただもう最初はどうでもいいんです。逆転が起こるとか。でもまあオセロもそういうところあるけど、そうそう、多分極まってくるともうちょっと戦略を。そうですね。前半はどうでもいいよね、多分。前半は本当にどうでもいい。マジでどうでもいいと思う。あそこはごちゃごちゃして、で最後に。どれだけ、そうそうそう、ステージのギミック面白いですよね。真ん中に砲台があって、はい、それにアクションするとその自分の色がバーッ、それだから最後の5秒の時にあの砲台に近づいてって、それでジャンプしたらほぼ全てのパネルが俺になって、それで勝つとかあるんだよね。そうそう、あと任天堂の、ブースですね。ビートサミット初めて参加したのは去年なんですけど、はい、まあ、京都でね行っているイベントに任天堂さんがこう参加するのもまず大きい、なんか大事なことだと思うんですけど、うん、今年任天堂のブース一番楽しそうだったんです。すごい楽しいゲームいっぱい歌ってるんですよ。あのインディーゲームだけで、うんうんうん、あのマリオとかマリオカートとか、ね、全くなくても、うん、あのまあ、そのメクールとか、サンパーがあったり、スネークパスとか、スネークパスね、あったね、いろいろ歌って、すごくなんかあのスイッチがめっちゃ楽しそうなデバイスがはっきり見える。いや、だからようやくさ、なんかああいうインディーも増えてさ、遊ぶもん増えた感じですね。そうですね、あれが全部あるんだったら、まあ結構タイトル数、うん、充実してますね。他にあのライムだとかオールボーイとか
そういうタイトルもスイッチにやってくるというね発表この間あったから、ああ、うん、まあその辺はちょっとねローンチから遅れたけど、ようやくその日本でものインディーのタイトルが、ね、あの動き出したって感じがあるから、うんうん、すごくスイッチの魅力が増したかなと今回は特に思いましたね、はい、特にインディー好きにとってはそうだね、うんうん、まあでも正直さ、オールボーイはまあ昔のグラフィックといえ風のグラフィックとはいえ別にさインディー好きとかそういうレベルじゃないっしょ。まあまあだからそう、そういう多くの人にアピールするもんだし、そうそうそう、まあライムとかもそうだし、そうだね、まあメクールとかも家族でやればいいし、そうだね、もうある意味任天堂らしいゲームが出てるよね。そうね、任天堂、はい、あの任天堂とのマッチングがいいよね、うん、そうそう、というか任天堂のハードに向けてゲームを作りたい人はいっぱいいるからね。人はいっぱいいるし、その色が違うんじゃないですか、こう他のゲーム機と、まあプレイステーションとか Xbox とかね、そうそうそう、だからよく今はすごい街うまく、うん、だから、うん、まあ、もっともっとそういった海外のインディーであれ日本のインディーであれなんかスイッチ向きのやつをガンガン入れてほしいと思うよね。インディーに関して言えることはもちろん全てではないけど、基本的にそこまでそのハイスペックなゲーム機じゃなくても出せるというのがあって、そう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 、で相当なってくると大画面でも遊べて、うん、携帯ゲーム機としても遊べるスイッチはやっぱりすごい理想のシステムなのかなという気がする。まあそうだよね、うん、逆にだからやっぱり大規模で AAA で開発してる人たちは出しにくくなるっていうか、出しにくい、うん、なんか制限しなきゃいけないから、うん、まあ、だからそこはまあでもある意味いいなんかバランスだよね。そうだね、でもやっぱみんな結構その会場とかでも話したりするとやっぱりそのゲームがあると例えば IGN 本家の人たちも来てたんだけど、彼らはすごいペルソナ5が好きで、はいはいはい、そんな彼らでもペルソナ5スイッチでできたらいいのになとかって言ったりしてたよね。それはないぞ、うん、現実的にはない話だけどそれができたら最高じゃんっていう、ね、まあ、うん、オッケーオッケー、ペルソナゴールデンとかだったら多分できそう。まあ出てくるかもしれないですね。ビットサム、僕はクロスコードかな、クロスコード良かったですね。 まあ、あれは有名なタイトルだし、やっぱりうん、非常に評価されてるね、うん、そうそう、これはドイツの人たちが作っているちょっとまあ聖剣伝説風の、RPG だけど、まあちょっと非常に未来的な SF っぽい設定になっていて、まあ謎解きもあれば戦闘もあり、でまあチュートリアル的なものは遊んだんだけど、実際はかなり広い世界でちょっとオープンワールド風にもなっていて、街があったり村があったり、まあ、オープンワールドっていうよりもそこは多分本当の昔の聖剣伝説みたいにかなりでかいマップを行ったりする、まあそうね、自分たちではオープンワールドという表現してた、そうなんだ、そうそうそう、まあ 2D オープンワールド、それまたこの間の激論でオープンワールドは何かという話になるんだけど、まあ、2D オープンワールド、いずれにしてもすごい美しいドット絵でさまざまな景色が楽しめて、さまざまなゲームプレイ、ボスもすごいボスが出たりとかして、すごいこれは本来は9月発売予定だったんだけど、まだ間に合わないなという話で、まあ、来年のどこかで発売するらしいです、ね、すでにね、だいぶ前からアーリーアクセスで Steam で販売されてて、まあ、日本語載ってなかったと思うけど、まあ、やっぱり日本人が好きそうな、ものだったんで、うんうん、すでにファンはいる感じがする。そうだね、まあ、ちょっと世界観とかは意外と新しくて、まあ、その見た目はドット絵だけど、やっぱりサイファイっていうかさ、 SF 設定でもプラスちょっと和風設定入ってたりするから、入ってる、まあ、さまざまな設定が入ってるね、うん、まあでも逆に言うと、まあそのスクエアエニックスの黄金期みたいな時は、うん、まあ、そういうタイトルあったから、あ、まあ、クロノトリガーとかさ、うん、ちょっと SF 入ってるし、その頃を彷彿とさせるような、SRPG じゃない、うんうん、たださ、あれはデザイン的にはなんかすごく明るいんだよね、見た目が、まあね、それが特徴な気がしてて、はい、空とかの色は非常に綺麗で、うんうん、そう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 、そういう意味では多分俺の大好きなオールボーイとちょっと共通するものがある、そうそうそう、独特な明るさは、そういう世界観が好きなんだよね、はい、僕はクロスコードが、まあ、新しい出会い僕にとってで言うとそれかな、うん、他は、まあ、他はいろいろあるけどとりあえずいいかな、はい、はい、僕はなんだっけ、ヨトゥンのとこの新作、はいはいはい、サンドレッド、はいはいはい、ちょっと遊ばせてもらって、まあ、2D 横スクロールのメトロイドバニアですね。でちょっと近いのがソウルドサンクチュアリっていうダークソウルっぽい、アソルタンサンクチュアリ、あれに少し雰囲気似てる感じで、あそこまでも難くないんじゃないの、あそこまで難しくないですね。スタミナゲージってあった、あります、あった、はい、スタミナあるんですよ、じゃあ似てるね、うん、であれやっぱアニメーションがすごい独特で、そこが一番魅力なのかな、そうそうそう、手、うん、手書きですよね、うん、なんかすごい古い海外のアニメ見てるような感じで、なるほど、うん、面白かったですあれ、結構なんかダークな雰囲気、ね、そうですね、だいぶダークでしたね、うん、で敵もなんか地形無視してくるんですよ、ここになんか壁があるのに壁通り抜けてきたり、はいはいはい、そういったちょっと理不尽な部分が
好きでした。むずそうゲーム。そう、むずそうなやつ。なるほどね。うん、どれくらいプレイしたの？いやでも10分ぐらいです。あ、そう、うん。まあ、あのゲームはなんか結構もういろいろ情報は出てて、まあ、もともと前のヨツンっていうタイトルもその手書きアニメーションを生かしたやつだったんだけど、うんうんうん、まあ、それの延長線上で、うん、今度は横スクロール、うん、で、まあ、結構そのハクスラーっぽかったり、そのそうですね、なんかメドレードバニアっぽいさで あって感じで、僕もその前のビルドは遊んでるんですけど、うんうん、あ、そうなんだ、まあ、期待のタイトルです、はいはい、それで、まあ、他に気になったゲーム、軽く一行ずつこれはこれはだからピックアップしましょう。なんか僕だからビラとかこうやって持ってくるの好きなんだけど名前出てこなかったっす、ね、僕と野口君が、はい、おすすめのやつ、ね、名前がね、だろうな、デュアルギア、あ、デュアルギア、うん、ちょっと見せてやったらデュアルギア、これあまりそのロゴとかないんだけど、ロゴは、ね、説明だ、ロゴはあまりない、これはね、まあ、何だかタイの、メックゲーですね、ロボゲーです。いやこれね、俺もやったんだけど、これはねめちゃくちゃ僕好き、大好き。何に一番近いかなっていうのはフロントミッションかな。そうですね、フロントミッションですね。雰囲気とゲーム性で、うん、でタクティカルコンバットで、ただリアルタイムっていうかリアルタイム操作の部分がある。でそこはあの戦場のバリキュラーみたいな感じ、そうですそうです、でお互いに3体か4体とか、もっとまあなんかそのブリゲードを率いてガーっていくんだけど、それぞれのパーツが全てカスタマイズ、はいはいはい、もうあれ見るだけでやべーって思ったよね。すごいパーツがいっぱいあって、はい、足とか、はい、いやもうそれだけでもううわーってなるよ、ロボット好きにとっては。でそれでこうやってガーって動いた後、普通に右手であのマウスでエイムして発射ってやったら、うん、ブーンブーンブーンとダダダダダダダっていろんな武器で攻撃できて、そうそう、近接もあるんですよね。近接もある、でっかいでっかいみたいな剣、うん、で、あのそれぞれの行動するゲージみたいなのが決まってて、うん、行動が何秒間しかできなくて、その後はそこで止まっちゃうから、まあ、あれはそこで動あの止まったらまあ狙われやすくなるから、うんうんうん、ちょっと戦略的にどこに行って、はいはいはい、どこで進むか、そうなんです、うん、これは結構おすすめですね。おすすめだし、うん、ロボットのデザインがめっちゃかっこよかったよ。かっこいいんですよ。どちらかというとやっぱりフロントミッション系 で、ね、ちょっとミリタリーっぽくて、はい、足とかごついんだけど、そう、足ごつい、まあ、アーマードカーみたいにもっとシュッとしてる感じじゃないんだけど、まああのなんかね、タイどれぐらいそのデベロッパーあんのかって聞いたらあんまないって言ってた、うん、でやっぱりどちらかというとスマートフォンで作ってる人が多いんだけど、まあ、自分たちはこういうゲームが好きだからやってるけど、でも結構この 3D アートを作ってる人は結構いるんだよね、東南アジアは、うん、大手の下請けでね、はいはい、なんでやっぱりね、グラフィックのクオリティは結構高い、高かった、うん、すごい綺麗だよね、綺麗でした、綺麗でした。はい、次、次時間ない、はい、なんかある？ OK、 どうぞ。僕が遊んで楽しかったゲームだって、アイコノカスっていうゲーム、はいはいはい、アイコノカスとか、まあ、同じくあのクロスコード、クロスコードと同じパブリッシャーのダンゲームなんですけど、このキャラクターたち、まあ、開発チームは全然違うんですね、はいはいはい、あのめっちゃ可愛いらしいこうプラットフォーム系の、まあ、パズルこう入ったような、ゲーム、ただし、まあ、あとまあ、ビジュアルはすごいなんか16ビットって感じなんですけど、うん、あのもうずっとこう横から見てたんです、他の人のプレイ見てて、はいはいはい、まあ可愛いらしいと思ったんですけど、うんうんうん、実際座ってプレイしてヘッドホンつけたらサウンドトラックすごくいいです、そうなんだ、それもすごいなんかもうこう昔のゲームのようなんですけど、まあプレイするも、まあ、若干メトロイドバニアまだいかないんですけど、うんうん、こうまあちょっと探索要素があるみたいなものですね、はいはいはい、まあ日曜日の朝プレイし、昼ぐらいプレイして、うん、超眠い中でプレイして本当にもう寝そうだったからこうあんまりうまくしなかったけど楽しかったです。あと、ビートレギオンというゲーム、グラウンディングさんが作ってまして、あのすごく、ビットサミットのために2ヶ月だけで作ったんですけど、うんうんうん、あ、そうなんですか、あの音ゲーと、RTS が混ざったような RTS カードゲームなので、あの音楽に合わせてこう RTS のターン、リアルタイムストラテジー、あのすごい、分かんなかったな、それやったけど、やってみたい、あのやって、まあ、2回やったんですけど、2回やった、1回目より2回目のスコアが下がった、下がっちゃったの。そういうことはあるよ、そういうことはあるよ、なんか余計な知識入って分かんなかっただけど、ね、あの2回とも買ったんですけど、うんうん、あのすごいなんかファンタジー世界でめっちゃ可愛い、あの 見た目なんですけど、まあシンプルな
あのコンセプトなんだけど実際プレイするは結構難しい。大変そうだと思う。考える時間ないから、うん、ビートでやんなきゃいけない。ちょっと考えてる時にずっと音楽無理じゃねえこれと思ってやってた。だからカードはどこに置くとそのカードいつ使うか。すごいな、はい、マルチタスクゲームだ ね、まあ、ねマルチタスクもよく2ヶ月だけで作ったと思って、うん、あと同じくグラウンディングが、展示してた同じくビットサミットのために2週間で作った VR パズルゲーム。あれ面白かった。2週間あれめっちゃ面白かった。これもタイトル多分なかったね、ない多分実験タイトルなんだよ。だけど、単純に言うとあの、まあ、VR に入って、はい、こう、まあ、部屋に入ってて台があって台の上にボール、うん、そして、その台の横にこうポットがあってそのボールをポットに入れなきゃいけないです。手を使って、はいはいはい、でただし、直接そのボールが見えなくて鏡の中に見える。あ、じゃあ逆の、だから全て逆になるんですね。でステージによってこう鏡こうダブルになったりもう混乱するわけ。それは大変そうだな。めっちゃ面白い、ね、面白い VR らしい、うん、いいですね、そういうの。めっちゃうまく VR の機能を使ってて楽しかったです、そのくらいかな。あともちろんアウルボーイがね、うん、展示されてて、そこはまあ期待してますので、はい、期待してるとかもう出てるけど、出てる説明は明日ですかね。日本語は明日からかな。24の、はいはい、うん、レビュー書きますので、はいはいはい、その話はどうですかね、はい、じゃあ次行きますか。はい、はい、グリーンの話はいいかな、あとでする。あ、グリーン、まあ、グリーンはその時ですよ。その時、まあ、グリーン、うん、はい、その時、あ、今、今じゃなくてもいいよ、どっちでもいいよ。じゃあその、はい、わかりました。これは僕あの台北ゲームショーの時初めて遊んで、今回はそんなにあの見る時間なかったですけど、すっごい、まあ、あの日本人の方、青山さんという方が一人で作られてるゲームで、はい、まあ基本的には一人ね、うん、で非常にシンプルなコンセプトで、まあ主人公が黄色い、まあ、ゼリーみたいな、豆腐みたいな、あ、緑か、グリーンだもんね、黄色い。豆腐 RPG ってあれでいいじゃん。あれのこと。でそこから自分であのブロックみたいなことを投げることができて、はい、でどこに投げるかを考えて、それ踏み台を作って飛び移って次の場所に行く横スクロールゲームなんですけど、まあ、だからプラットフォームゲームだけどプラットフォームを自分で作る。自分で作る。そう、うんうん、そういうこと。簡単で、メカニクスはすごいシンプルなんだよね。でも凝ってるのは、うん、そのブロック投げるって言ってブロックの投げっても同じ軌道しかまずなんない。はいはい、そうそうそう。だけど面白いことに軌道は少しふわっとして、ふわっとして、そうそう、落ちていくんだよね。ふわっとして、でボタンを押し付けするとこのまま落ちていくんだけど、落ちていく間で止めたらそこで止まる。それを結構活かすあのトリッキーなプラットフォームがあって、はい、それを活かさないとまず進めないところもある。結構難しいよね。難しいと思う。だそこのそのまあゲームデザインがすごい秀逸で、ちょうど、うん、こう本当にここに置いたらいけるけどそれしかもう方法はないみたいなパターンが結構あって、すごい考えながらプレイするのが非常に楽しい。パズルとなんかアクション合わせてる感じ。そう本当そう、まあ、しかも、レベルをこう、まあ、進むだけで考えればそこまで難しくないんですけど、まあ、コインじゃないけどなんかすごい土手なんで、ありますね、よくわかんないけどちっちゃい子、はいはい、それはすごいですね。全て取ろうと思えばめちゃめちゃ難しい。全て取るの大変そうですね、うんうんうん、そうね、あの難易度が高い。あの どうしてそういうの作ったかっても結構聞いたんだけど、はい、あの方元コナミの方で、そうね、まあ、結構いや会社辞めて結構もう経つっぽいんですけど、うんうんうん、サイレントヒルとかさ、そうそうそう、Xbox、そうなんだ、そう結構まあ、あの有名なクリエイターで、あの青山雅也さんですかね、はい、それこそ伊賀さんにもね聞いたらね、伊賀さんは直接彼と一緒に仕事したことはないんだけど、はい、まあ、社内ではそういうクリエイターとしてはやっぱ有名だったので、はい、まあ、なんか伊賀さん聞いたら、ああそういうの作りそうみたいな感じで、まあ伊賀さんとはまた違ったタイプの人だと思うんだけど、ね、で、なんで作ったかっていうと、 Xbox ライブアーケードのインディーゲームが好きだったんだって。でスーパーミートボーイとかリンボとか、そういった初期のプラットフォームでいろんな新しいものが日本で出て、日本にも来て、まあ、海外でこういうの作ってたら自分も作れないかと思って、はいはい、まあ、僕も実際やった感じとしては海外のインディーゲームに非常に近い感覚があって、まあリンボほどストーリーははっきりしないけど、なんかそういうリンボよりもずっとシンプルなアプローチだね。シンプルな感じだね、アプローチだね。で、ブレイドとかの雰囲気には似てるな。そのパズルがあって、でもなんかバックグラウンドにストーリーがあるみたいな。そう、まあ、あとは、あの単純な形ってこともあって、トーマス・アズ・アローンっていうね、あ似てる、あの三角形と四角形、はいはい、三角形四角形丸くんが仲良く戦う仲良く、ね、プラットフォーム行くっていう、あのゲームとかもすごく似てて、うん、なんかあれ一応ロマンティックな話なんだよね。これもそうだよね、グリーンもそう、
まあ、だから結構海外、はい、日本よりも時間ないんで次行きましょう。はい、次行きましょう。話の途中なんだけど、ピットサムでの取材いろいろやってきました、はい、すごくなんかね、今年たくさんの立派なクリエイターが集まってるイベントだったので、うん、まあ、いろんな、素敵なクリエイターの話を聞いたりして、まあ、これから記事とか動画とかいろいろガンガン出しますが、うん、まあ、その中でこう、ね、裏話というかね、こう印象に残った取材ってことで、はい、取材が、はい、じゃあ僕から行こうか、はい、まずバンダイナムコの小山さん、タムヤさん、うん、プロジェクトアイカン、 PR ゾーンプロジェクトアイカンを担当している2人のインタビューを、しました。あのプロジェクトアイカンって、まあ、この間お台場に置いてあった、BR、専門こうゲーム戦だったんですね、はいはい、でこれから新宿、今年の夏歌舞伎町で、できるんだ、歌舞伎町で、うん、そう、さらに、サイズもゲームの数も2倍ぐらい大きい、あの、まあ、アーケードを作るんですね、まあ、今作ってまして、うんうん、あの、まあ、その中でいろんなゲームの新しいものの開発中、うん、そしてそのままお台場から持っていくものもあって、まあ、彼らの、まあ、視点からこう VR の様子は何だとか、ゲーム線に なぜこう何ですかね、 VR を置きたいのかとか、はいはい、まあ、そういった話、うん、結構いろいろ聞いてめっちゃ面白かったですね。彼らはやっぱり発想はすごく面白いというか、とんがってるような、うん、あの方々なんですね。まあ、具体的に記事を待ちましょうって。あ、記事待つんだそこ。いや、長い引きだったね。言わないのね。まあいいや、じゃあ、他が誰か、うん、なんかある？僕は、まあ、去年英語版プレスすごい大好きなオールボーイの、クリエイターのインタビューができたんですけど、うん、もう結局2時間ぐらい話し込んで、いろいろとその彼らの好きなゲームとかも含めて影響を受けたものとか、うん、もう話しすぎだよ、迷惑でしょ彼らには。いやいや、彼らが話し頭ない。他のインタビューとか他の取材があるんだろう。俺はどっちかというと黙ってる方で。まあすごいなんか面白いなと思ったのが、僕はそのゲームが大好きなわけじゃない、うん、その彼らの好きなゲーム彼らのゲームを聞いてると、その嫌いなゲームの趣味まで似ている、だからその海外のハリウッド風の映画から影響を受けた感じのゲームは大嫌いだって言ってて、なんかすごい共感が持てるなと思ってて、まあ、スウェーデンのインディーが言いそうな感じではあるけど、本当にあと大好きなゲームの趣味まで完全に一致してて、うん、シェムは聞いてないけど、いか そこは多分もしかしてちょっと違うかもしれない、うん、よく我慢したね。我慢した？よく遠慮した。シェムス聞いて。あ、そうね、確かに。そう、なぜか話さない。まあ、それはまたクラベさんもまた後で公開する。そう、ロングインタビュー出しますんで、うん、ぜひいろんな一つ面白いのが、彼はブレスオブファイアが大好きで。ああ、いいですよね。ブレスオブファイア4が特にすごい、オールボーイのインスピレーションにもなったらしいんだけど、はいはい、カプコンにブレスオブファイア7作らせてくれって言ったらしいの。それまあカプコンはそうじゃなくてスマホで。展開していきたい。ああ、今出してたね。ああ、一応まだ生きてる IP なんだ。生きてる IP が。生きてる IP なんだ。だからなんか悲しいなと思いながら。うんうんうん、ちなみに、まあ、今年ビットサムでアワードがありまして、うん、その中で IGN ジャパンショーがあったんですね。はい、でその中で、オールボーイを、まあ、オールボーイを、はい、選びましたね。はい、あ、これはまあ、まあ、順当な感じなんだ。うん、でもまあ最後まで迷ったんだけど、ね、そうそうそう、激論したんで、はい、基本的にはこれとグリーンのどっちを取るかっていう話で、もうどっちを取ってもいいぐらいの感じだったと思うね、まあ、うんうん、そのけあのカンカンガクガクというか、すごい議論はありました、ね、かなりしました、はいはい、でまあ、今回はまあそのオールボーイがね20日から日本版が出るし、ね、うん、スイッチも出るっていうことで、まあ、日本へようこそという意味合いも含めて、まあそうですね、まあ、うん、プレイして感動できる、まあそれはもう当然のほどとして、まあ、ある意味作品のクオリティはもう、はい、それはもう保証されてるぐらいだから、そうだね、うん、はいはい、はい、僕はあんまないか。でも一応撮影でいろんな人に会ったじゃん、なんか今回会って楽しかった人とか、楽しかった人はやっぱ須田さんとかかな、聞いてて面白かったの。あとはプラチナゲームズさんの稲葉さんの話も面白かったし、はいはいはい、まあ、PC ゲームで展開していくって話が聞けて、ね、うん、そうだよね、うん、まあそのプラチナが今後ね、プラチナさんはビットサムで毎回ね稲葉さん来てるんだけど、うんうんうん、別に何も出してないんで、そうなんです、まあ、それはそれでちょっとね、何のために来てるかってあるんだけど、でもね本人たちとしてはやっぱりそのセルフパブリッシング
ングして何かゲーム作りたいって気持ちすごい強いし、うんはいはいはい、まあもうなんかやるみたいな話になってるから、はいはいはい、まあ多分近いうちに多分プラチナのオリジナルタイトル、うん、なおかつセルフパブリッシングってあるんじゃないかなと思って、うん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 、まあそれに非常に期待したいところですね。そうですね、はい、まあ、それはインディーって言っても日本ではかなり大きなね。インディーと言えないよね。いやでもまあ個別で作れば僕はインディーって言ってもいいんだと思うけど。独立系だから。そう独立系で、うん。一応プラチナゲームさんインタビューも出してるんで、はい、よかったら。あと須田さんもね。そうですね。須田さんも出してます。須田さん、はい、さんね相変わらずねいつも元気というか。そうだね。楽しいし。元気ですよ。面白いですね。話聞いてて面白い、うん。確かにそれはすごいわかる。あの彼らはシルバー事件に 25th World。はい。25普通だから25 の発表がありました。まあ昔ねもうすでにスマホ向けで出たんです。ガラケー向けで出たんですけど、あれさリメイクって言ってもほとんどゼロから作り直しだからね。本当だよね。なんかあれビットサミットだけって言ってましたけど、今回の出展は、はい、出展でただあの一応ゲームとしては出すよ。出すんです。そのプレイアブルデモは特別バージョン。なるほど。そうですね、うん、じゃあ俺僕ね、僕はまあいろいろ取材して、まあ、インタビューもいっぱいこなしたんだけど、まあ、ちょっとインタビューにできない裏話みたいなのが、まあ、ここで喋るにはいいかなと思って、はい、まずあれだね、裏ビットサミット裏ビットサミット裏ビットサミット何が裏なのかステージ裏ですか。ステージ裏は僕らのステージ裏って、まあ、でもステージ裏はさいろんな人が来るからさ、それはそう、あれに伊賀さんとか、伊賀さんの写真ポッて撮ってツイッターにも書くかっこよかったね伊賀さん相変わらず、うん、であとはなんだろう、あのまずね、ビットサミットは、いろんなデベロッパーが集まって、うん、まあ、やるわけなんだけど、まあ、2日間行われると、はい、でまあ、毎日というかその終わった後はさ、まあ、パーティーとかあって、はいはいはい、まあ、それはそれで、まあ、遊びで行ったり、まあ、ちょっとあの挨拶に行ったりするけど、うん、まあ、1日目はみんなで行ったけど Q ゲームズのね、はい、パーティーがあって、はい、それは、1日目というか、前夜祭金曜日にあって、はい、まあ、あれは Q ゲームズのオフィスでやるから、うん、まあ、オフィスがどういうとこか見えて、まあ、Q ゲームズのオフィスってなんかそのワンフロアだけのとこだけど非常におしゃれで、おしゃれでした。洋画に出てきそうな感じの、うん、そうすごいいい あのオフィスに越したのはまだトモロジュールの開発中だったそうなんじゃ、確かに壁にこういろいろね、そうそうトモロジュールのキャラクターもそうそう、それもあったし、あとまあ今さバイオンさんがもともとクリエイターで彼はフリーナスだったんだけど、あの Q ゲームズに就職したっていうか、はい、中に入ってね、うんうん、今バイオンが、クリエイティブの、あのディレクターみたいになってて、うんうんうん、その内装とかも結構やっぱこだわってやってて、あの、ね、彼 あのピクセルジャンクエデンとかの作品 あのやつを周りに作って、で、あとその過程でバイオンさんにもインタビューしたんですけど、そこにある T シャツがね、はい、あのピクセル、ジャンクなんだっけ、新しいやつピクセルジャンクエデンの、続編スマートフォン版のやつのデザインです、はい、で、まあそういったことで、あのいじめつみえはその Q ゲームズで、2日目はオフィシャルのパーティーやってから、はい、まあ、みんな帰ったりしたんだけど、うん、その後、まあ、それはあのプライベートであのいろんな人と飲んでたりするんですけど、はいはいはい、3日目は、これは完全裏ビットサミットでオフィシャルじゃない飲み会が決まったところにあるんですよ、まあ、地球屋っていう、まあ、場所行ってもいいのかしないけど場所とこでみんな飲み会であるんでそこに毎年あそこね毎年集まってあそこの居酒屋ってあの多分日本一あのポテトチップス、ポテトフライが一番美味しい。本当に？本当に食べれなかったけど。そうなんだ。めっちゃ美味しいやつ。そんな美味しい。毎回あのイギリスのチップスと同じです。インディーゲームの開発者が集まってワイワイやってるんですよ。地下と一階で。で、あのいつも入りきれなくて外に溢れて路上で飲み出すやつとかいるんだけど、そこであのいろんなあの開発者に会って話することができる。面白い。はい、多分まあ今年のビッツサミットは間違いなく、うん、あのゲームを遊ぶ時間よりは。みんなと一緒に飲む時間の方が100倍長かった。俺らは編集の時間が長かった、うん、でその後飲んでたけどさらに 一部のデベロッパーはあのその河原町からあの鴨川に行ってね、鴨川 あの土手で飲み始めて、面白いな、まあ、結構いい、ね、カオスな雰囲気があって、そういう裏ビットサミットと、あともう一つはね、これだからその流れであのピッツサミットはね、あの、まあ、どういうイベントで言うとまだ何もちゃんと喋ってないと思うんですけど、あ、そうだね、あの、まあ、インディーゲーム、はい、あの、ま、お祭りみたいな感じなんですけど、まあ、日本最大、まあ、先週の番組でちょっとだけ、まあ、話したんですけど、ね、うん、TGS と全然違う味の、うんうん、あの開発者が実際ブースに行って展示してるし、規模ももちろんちょっと小さい、ね、小さいなんですけども 5、6千人かな、うん、分かんないですけど、2日間で行う、うん、まあ、毎年やってるイベント、うんうん、今回5回目と、僕一つ言いたいのが、はい、初めて行ったんですけど、はい、僕も TGS よりずっと楽しかったです。いや、まあ、正直な話それは本当だよ、俺も絶対楽しい、うん、
多分、まあ、TGS とか、ユーザーとしていたことはないんですよ。ずっと、うん、あの仕事でいたりして、ね、ユーザーとしていたらもっと楽しくないと思う。わかんないですけど並ぶだけじゃん。ディズニーランドでは TGS では並ぶ並ぶ。そしてあとは、まあ、TGS とかしょうがないんですけど、まあ、でかいイベントで、うん、こういろんなメーカーが出してる中で商業のニュースだよね。まあ、ね、いいものと悪いもの、うん、つまらないゲームとかもう当然両方あるわけで、ビートサミットの場合はかなりこう絞ってるから、か本当にこう しかもなんていうんですかね、うん、そのクリエイター直接、うんね、そうそう、クリエイターが直接話されてるから、うん、本当にこう全てのゲームと言えないんですけど、うんうんうん、まあクオリティは高かったと思う。いや、まあだから別にクオリティの問題じゃなくて、まあ、クオリティで言ったら もちろん TGS の方がいいものあるかもしれないけど、結局 TGS のお客さんってそのなんか例えばこの IP が好きだとかさ、このゲームが好きだって来て並ぶじゃん、うん、でそれ見たらなんかグズ持って帰っちゃう、あそういうもんですよ。まあ、はい、なんかもうバラバラなの、はい、でもね、うん、やっぱりビットサミットみたいなイベントは、まあ、ある程度絞られたユーザーでコアな人が来るから、うんうん、もうとりあえずビットサミットって何か面白いもんあるって言って出会いがあるじゃん、はい、初めて知るタイトルがやっぱり全然違う、はいはいはい、で TGS だと、まあ、我々取材がいっぱい入って、あもう全部やんなきゃってなっちゃうけどなんかもうビットサミットはそこら辺でフラフラして、あ面白そうだと思って行ったら、そうそうそう、開発者がいて、あよく来たねと言って話を聞いて、そういうね、もう出会いの場は、はいはい、やっぱインディーのイベントの方が最高に面白いかな、うんうん、まあ、だから本当にお祭りだと、はい、だからイベントの種類は TGS と違うっていう、あそうですね、確かに感じが、あと重要なこととしては飯がうまい、あハンバーガー、あのね、僕何回めっちゃ食べてたよ、4回すごい食べてたよハンバーガーこれ1回で十分だわ。宮古メッセっていう会場で毎年やってまして、はいはい、そのまあ大体真ん前にある、うん、58ダイナーというアメリカンスタイルのハンバーガーのお店があって、そんなうまいかな、去年から去年から公式として会場の中でもそのハンバーガーが今年もあったよ、あったあった、いや去年から、去年もあったことない、会場内でも食えるようになってまして、まあ他にもあったんですよ、カレーとかいろいろあったんですけど、うんうん、そこのハンバーガー私3回も食べて2日間で美味しいよ、しかも4回目食べに行ったんだけど、日曜日の夜は閉めてたのお店が、残念だったねそこ美味しい、いや美味しいよ、やっぱり美味しいし、でも4回も食べたくない、まあそうだけど重要なことは、いや別に4回食べるやつはおかしいとは思うけど、他にもハンバーガーとカレーとなんか他にもあって3つぐらいあって、うんうんうん、種類は少ないよ、うん、ただまあ、まあ種類は少ないけどレベルが高くて、正直なんていうか TGS のご飯は本当になんかちょっと、 TGS ってご飯どこあったっけ、去年はなんかスタジアムみたいなのがありますよね、まあ、TGS のフードはね、だから同じ幕張メッセで、TGS のね1ヶ月、これ全然話だいぶ変わってるんですけど、はいはいはい、1ヶ月前にサマソニーあるじゃん、はい、サマソニー、サマソニーのフードあんまりすごいたくさんおいしいものいっぱいあるのに、なんで同じ会場、いやだから単純にこだわってないからでしょ、ね、そうでしょうね、だから あれお客さんも、うん、まあ、多分やっぱ大量に出さなきゃいけないからっていうのもある、いやそうだけど、もっとうまいもん出せると思うよそんな大量に、うん、まあいやフード話これからねフード番組作ろうよ、いやでも超重要だよ、だってイベント行っていい思いしたっていううちの何割かはさ飯うまかったとかあるよ ね、俺でも基本ああいう忙しいイベントで昼ご飯抜きにしてやる、いやそれはもちろん俺たちは仕事だからしょうがないけど、ユーザーのユーザーね、ユーザー、そっか、去年とかはさ僕はさ仕事だったけど仕事じゃない身分で来たけど、ここら辺でカレー食ってるとそこにディランさんが座るんだよ、でディランさんが座ってハンバーガー食って、そう9ゲームさんね、あのこのハンバーガーは私たちが気に入ってるから出店してもらったみたいな話を聞いたりするとかさ、すごい貴重な、まあ、でもじゃあそのハンバーガーさんが TGS の近くに行ったらそこに出店できるかって言ったら無理だよね、どうしてあんだけ作れないよねハンバーガー多分、いやだからそんなことないよでも結構さばいてたと思うけど、いや TGS ってただし、うん、TGS とかそういうでかいあと大手のイベントだったら、ね、こうまずその開発者いるかどうかとあるんですけど、はいはい、いるとしても、うん、裏で食べるじゃん、普通一般のお客さんと一緒に食べてるから、うんうん、めちゃくちゃ、あとなんかそのまあ、TGS もそんなにフードのとこはお客さん並んではないよ、あそうなん、うん、そんなに並んでない、あ、まあ、みんなゲームのために並んでもね、うん、まあいいやフードはこれぐらいにしとくか、いやいやでもまあそれよりはビートサミットは、ね、いやでもどういうイベントかって伝えるためには結構重要なことだと思うんだけど、はい、重要だと思うよ、あと一つだけ言いたいのはさっきの話の続きだけど、その
終わった後はね、うん、みんなでどっか行ったりするんだけど、やっぱりそこでもデベロッパーと会えるチャンスもあるし、直接連絡してなんかあのなんか今日なんかそういうことあって、まあ、飯食いに行ったりもできるから、うんうん、まあ、そういった意味ではユーザーとしてはすごい本当に貴重なことで、やっぱなんか街一つの旅行全体として楽しめる、あ、うん、まあ、泊まんなきゃいけないからさ、あの遠くから来たね、うん、基本的には、だからそういったのは面白いね、うん、だから TGS は場所でその後飲みに行こうよって言ってもない、まあ、ないですよね、確かに、だからそういう話にもならないし、あるけど、まあ、あんまりいいとこはない、うん、まあ京都ね、京都のど真ん中で、ど真ん中、そうですね、京都っていい街だなと思った、いいとこですよ、素敵な街だ、あと取材でまだね僕の方でも少しでもあったんですけど、はい、まあ、最後にですけど最後にあの松浦さん、あのあ、パラッパ、元パラッパの作った、はい、あの、ま、松浦さんとインタビューして、はい、まあ、今回ね展示されてるもの2つありました、はい、1つはパラッパ、パラッパがこうものすごいでかい PS4 のコントロールで遊べた、まあ、それは非常にあの盛り上がってたあのブース、うん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 、あのソニーのブースの、はいはい、あと、まあ、発表されたばっかり、うん、ラップラビットのあのキックスターターこれからまあ今やってるんですけど、その展示で言ってもいいのがすごく小さくあったんですけど、やりますよみたいな、あ、なるほど、とかあったんですけど、うん、あのまだプレイアブルとかではないの、ないない、ね、プレイアブルって作ってないんです、告知みたいな、うん、からなんですけど、コンセプト段階で、ね、まあ、そちら両方のゲームについて、そしてあと、まあ、松浦さんはねだいぶ昔からインディーズゲーム作っている中で、はいはい、まあ、昔のインディー業界と今のインディー業界と比べる、はい、うんうん、特に彼はビットサミット1、あの、うん、5年前のビットサミットで、登壇したっけ、してた、まあ、してた、はい、出てきてた、まあ、ゲストだったね、 そう、でそこで初めてあの出会ったんですけど、まあ、ちょうどその時のインタビューで、まあね、インディーズはどうなるかという話の中で、うんうんうん、ちょうどその頃ソニーさんがこれからインディーズはプレイステーションプラットフォームに載せやすくしますと言ってたんですけど、まあ、本人にいろんなクリエイターにそれどう思うと聞いたら、うんうんうん、松浦さんはでも、まあ、でも本当にするのかな、ちょっと分かんないっていうところと、うん、まだちょっとそんな簡単じゃないですよ、特に日本国内ではとか、そういった話だったんで、うん、まあ、5年経ってここまでソニーの、ね、うんうん、めっちゃでかいビスコットしのビスサムってなって、あのインディーズの対応は半端ないじゃん最近、そうですね、うん、インディーズのおかげで PS4 とかビータがちゃんとこう、ね、うまく成功したのが一つなんで、いろいろコンテンツ増えてね、うんうん、なので、まあ、そういう周りの話もして、あのいろいろ結構面白いお話を聞きました、まあ、いわゆるその環境っていうか変わったってことね、うん、難しいから、はい、そうですね、まあ、あとパラッパのね、話題になっちゃったの、ラグ、コントローラーについて PS4 版の、はい、あのレイテンシーの問題について、うんうん、まあ、本人に聞いて、うんうん、あの本人の答えを聞きましたので、まあ、それも記事に出してます、それは書いてないの、まあ、要するに本人は何も知らなかったってだけだね、パラッパのリメイクに関しては直接関わってない、うん、はい、ない、うん、関わってますけど、そのメカニックの部分は関わってない、うん、あの関わってたのは、その映像とか、まあ、アセットとか周り、うん、で、なんていうんですかね、あの PS4 版の、見た目って結構綺麗にあの、はい、HD 対応で 4K まで やってるんですけど、うんうんうん、あの動画の部分、カットシーンの部分はまだ昔のままなんですよ、素材がなかったみたいな、はい、もう素材がもう存在してないんだって、うん、あの、まあ、ありえがちなことだね、そうですよね、残念ですね、うん、まあ、そういう話とか、はい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 、じゃあ次はね、同じくビットサミットで我々ステージをやりました、はい、ね、あ、やりましたね、はい、はい、ね、まあ、今回、去年と同じくクイズバトルをやりました、うん、はい、たくさんの、ゲームのクリエイターが集まって、すごい豪華な方にね、豪華、ね、豪華でしたよ本当に、うん、で、チーム2つをね、組んで、バトルをしました、はい、で、まあね、今回 その、出演してくれた皆さんのおかげで恥ずかしく、に思えなかったね。楽しかったね。とりあえずは、とりあえずはでも出てくれた人を紹介してもいいな、ね、簡単に。ね、はい。まあ、誰でも知ってる人もいるけど。はい。まず、須田さんと、まあ、だいぶお話で出てる須田さんと、はい、仲良く須田さん。伊賀さんですね。あの、ブラッドステインの開発してる、伊賀さん、はい、レジェンド級の2人がまず出てくれて、はい。はい、ビッグ2人。あと、ゲームフリークメンバーの、伊藤さんと小川さんですね。はい、まあ、ギガレッカに直接関わっているお二人と、ね、あとはチェリモチという開発者のウィリアムズさんと、テドラさん、テドラさん、
が、東京ダークを作ってまして、はい、東京ダークもねまだ発売日発表してないけどもうあともう少しと夏って言ってたね、うん、あそうなんだ夏って言ってた、はい、そうですね、まあ、そういったね、まあ、チームごとにレジェンドプラスこう、まあ、レジェンドじゃない若手を混ぜてチームを組んで、うん新人じゃねえか。そもそも新人ではない。なので、まあ、今回そのクイズバトルって言ってもまあちょっと半分ねふざけて言ってまして、ね、ガチガチのクイズもうとにかくポイントをもかろうというものではなく、うん、ボケてもらったりとかね。まあ、そうですね。いわゆる大喜利ですね。大喜利ですね。はい、日本語でしか言えないけど大喜利。うん、出演者のまあ個性が出るような、うん、ふうにまずね、そうですよね。ですけど。まあ、めっちゃ楽しかったですね。楽しかった。やっぱりいろんな問題を出して、うん、まあ、じゃあラウンドから言えばね、3つのラウンドがありました。そうね、自己紹介バトルでそれぞれの、はい、クリエイターについてどれぐらい詳しいのかという質問 と、うん、でそっかそれがラウンド1が本当にクイズでラウンド2から大喜利になってで、まあ、まずはその開発に問題が起きた時、どうするかというもの、はいはい、あなたならどうするみたいなやつね。そうそう、開発者は辛いよ、はい、パート2ビフォアナイトメアビフォア発売日という謎のサブタイトルそこでねこう、まあ、対決でその伊賀さんと須田さんで同じ問題であなたならどうするっていうね、うんうんうん、レジェンドの一本勝負も見えたりとかね、うん、で最後 のちなみにこのラウンドで結構ね面白い答えいっぱい出ましたね。いや面白かった。例えば、うん、一つの質問が あなたがねずっと救ってた何ゲームでしたっけ。ロマンチックオープンワールドプロレスゲームがあった、ね、恋愛なんてそうですかみたいな問題を出してもうずっとねな長年もう開発してるゲームもそろそろ発表しますって時に、ね、ちょうど同じくベセスタが同じようなめっちゃ変わってるようなこう、うんゲームが出たとベテスタが被っちゃったで 発売日は一緒どうしますと、はいはい、でそしたら須田さんがねあこれ実際に見てもらった方がいい須田さんと伊賀さんがどういう答えを出したかっていうのは、はい実際に見てもらった言っちゃったけどいや聞こえたからいやこれはでもいかにも須田さんが言いそうなこといかにも伊賀さんが言いそうなことを言ってて、はい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 、本当に個性が出てたこれどっちもさ素晴らしい答えだったから、ね、マジ迷ったんだよ、ね、選ぶのは大変いやだから本当に個性が出た答えが出てきたそうそう、はい、で最後の3ラウンド目が、ゲーム企画居合切りというもので我々が考えたテーマにのっとってゲームを企画してもらう。でこれも答えは言わないとして、ね、テーマは豆腐 RPG 豆腐 RPG 恋愛死にゲーそれからもう一個やってね。もう一個あった。まあもう一個あったけどそれは。作らいまでいかなかったか。あそっか。まあ多分ね時間がなかった。時間なかった。面白かったと思います。これもでも1分しかないから、うん、そのかなり限界があるそうですよね。考える時間が1分、発表は30秒。30秒。そう厳しいよね。だけどうまくできたじゃん。やっぱクリエイターなんだなと思って。まあ特にすごかったのはゲームフリークの伊藤さん。はいはい伊藤さん。さすがプランナーだったと思って。そうだね。はいはい、彼は非常にアイデアもプレゼンテーションも良くて、はい、すごい良くて、うん、そうですね。僕一つね司会をやって大変だったことが、うん、その相手の司会は僕だったのは大変だ。いやそれはダニエルが邪魔だった。もちろんそれも大変だったけどその参加者が答えるじゃない。多分マイクがその前に向かって、はいはいはい、聞こえなかった。全く聞こえない。だから、ポイントの計算も僕が一個ミスしちゃったの。はいはいはい、聞こえなかった。本当に。わざとじゃん。違う答えだと。あと須田さんがボケたりとかするのも聞こえないから。いやだからそれモニターしてるよって感じだけど。あと伊賀さんが今その B に誘導したでしょとか言ったりする全く聞こえないから全く関係ない。ちょっとそれは恥ずかしいなと思いながら。まあ、それはそれで、うん、ね去年と同じ。まあ、本当に練習なしでやってきたので、まあ、でも練習不足の問題じゃなかったけど、ね、聞こえないだけ、まあ、モニターすればいいと思うそれも含めてそうまあそのイベントそのステージのイベントは丸ごとね、うん、サイト内そして YouTube とかで置いておくので、うん、今日出るね、はい、今日はちょっと厳しいかも厳しいか、うん、正直今週です今週出します、はい、出します、はいはい、お願いしますそしてまあその、どっちのチームが勝つのかね、うん、そのウィニングチームが、ねね、ウィニングチームがこう、はいはい、コメント動画を撮ること最初からねそういった約束だったんですけどまあみんなねせっかく参加してくれたんで、はいうん、両チームのコメントも、はい、コメントも、はい、まあ実際に出しますそのクイズバトル自体が結構いいプロモーションにはなったと思うんで彼らにとってね、うん、そうねゲームについての話もね、まあ、特に若手の人たちというかは、うんまあ、ああやって出る機会も少なかったと思うから良、ねうん、かったかなと思って、うんうん、まあそれ良かったし、まあ、皆さんもそれなりに楽しんでくれたのかなという、ねうん、感覚の方もね良、うん、かったと思います
はい、そうですね、今回ね、出演していただいた皆さんと、まあライね、その場で見てくれた来場者、そして、うん、なんか生放送とか見てくれた皆さん、ね、ありがとうございます、うん、ありがとうございます。皆さんのおかげで盛り上がりました、はい、皆さんのおかげです。ダニエルさんのおかげでは、はい、僕のじゃないおい、作ったんだよこっち作ったんだよOK、じゃあそれはもうビットサミット話ここまでにしましょうか、はい、ユーザーコメントまでに、はい、いいはい、あ、ニュース、あ、特にないですかね。ニュースはまあ1個ぐらいじゃない。レッドデッド延期、レッドデッドが延期、レッドレッドリデンプション2が、いいと思いますよ。2018年か。悲しい。いやでも、うん、悲しいの。まあ少し悲しい。ゲームが延期になること全く、まあ、少し悲しい。でも延期がずっと続いたら嫌じゃん。2、3年だったら大丈夫だ、ね、ちゃんと作ってる、ね、ということがはっきりしてれば俺はあんまり気にしたことない。でも 2、3年だ、例えば、まあ、3年だいぶやる。トリコだったらもう作ってないだろうと思うと嫌だけど、でもちゃんと作ってますよという意思が、まあ、1回ぐらいだったら、ね、うん、1回ぐらいっていうか、いいゲームになっていくだけじゃん。別に延期は延期のことは全然悲しい話じゃなくて、うん、嬉しいことですね。もうちゃんとこうバッチリ作ってほしいんだから、それ全然いいんですよ。今回その Red Dead 2の発表し方、作ってますしかも来年とか1年後遊べますというのはかっこいいと思ったんだけど、あ、1年半になっちゃったんだという、まあ、軽く裏切られる形なので、まあ、ね、うん、まあまあまあ、楽しみにしてたので、はい、そういう意味では感じ、そうですね、まあ、そして今年の E3、まあ、こういうタイミングでそういった発表出るのだったら、じゃあ E3 にないかなと。トレーラーぐらい出すんじゃない。いや、なぜかトレーラーぐらいだな。そこで延期言ったら結構ブーイングとか怖いじゃん。だから事前に言っといて E3 でちゃんと何かあると思うよ。まあでもプレイアブルはなさそうだな。プレイアブルあるかどうか知らんけど何かあると思う、うん、動画かなと思うけど、まあ、ね、待ってね、今年のゲームオーエもね、難しくなったんだよ ね、 そ う、 ね、そうなんだよ。それはもうそうなんだよ。他のゲームがラッキーだよ。他のゲームがラッキーだよ。任天堂ラッキーだ。任天堂、任天堂ラッキーだし、プレイとかもちょっとそれで上に上がってくるんだ。プレイ、まあ評価そんなすごい高くはない。そこまで、まあものによるけどね、うんうん、まあということですね、はい、そのぐらいかな、はい、OK、 じゃあ、皆さんの、コメントありがとうございます、はい、いつも、はい、あの以上3つぐらいやりますか。 こちらの動画のコメント一覧で、はい、質問とかコメントとか書いてくれると、次回の番組で拾います。はい、はいはいはい、しんこさん、こんにちは、こんにちは、毎週楽しみになってしまいましたと。皆さんはこれなんかもうちょっと元気で言ってよ。疲れてんだけど。もうちょいいんだよ。重要なとこだけ。はい。質問ですね。はい、質問ですが、皆さんはゲームするときのモニターとかスピーカーなど、ゲームを遊ぶときの環境などのこだわりはありますか。ああ、まああるね。俺ないな。ない。とはいえさ、オーディオが使えないときとかもありなの？いや、オーディオは欲しいよ。ね。でも俺携帯ゲーム機で。ね、うん、ボリュームオフする人いるじゃん、はい、結構電車乗りながら携帯ゲーム音楽を聴きながら、ないモバイルとか、モバイルだけじゃなくて、うん、ゲームは音声は絶対条件だな。僕は無理だな、それは。ゲームの音源聞きたい、うん、まあ俺も 100% それは無理だね。それは俺もそう、うん、それは簡単なこだわりではある、まあ、そうだね、うん、全くないっていうのは嘘だね、うん、大きなこだわりあるの、それ以外の。ね、僕はね、今までそんなにこだわり ないと思ったら、実は例えば家の中にね、何かありそうな気がする。まず、まあ、4K こう結構まあでかい方のテレビ 4K1 台と、はい、あとそうじゃないこう普通に32インチぐらいのこう、うん、まあ、ソニー の、 ブラビアのテレビ2つ持ってまして、その2つ目はまあサブとして別の部屋にあって、はい、妻とか娘がテレビ使ってる時に、まあ、そこ で、 そっちで、ね、その部屋 で、はいはいはい、部屋でゲームできるんだよねっていう考えで買ったんですけど、うん、あまりね、でかいテレビでゲーム遊ぶとものすごくいいんで、まあいいよね、違うよ、そのサブで遊びたくなくなった。あ、なるほど。なんで使わなくなった。まあでかいモニターがいいとね。というか、そう、または、まあこれでスイッチとかで、携帯でね、携帯で、スイッチはね、携帯でやってるのも多いんですね。俺もでも、はい、このいつも家ですごい古いテレビでゲームして全く不満に思ったことないけど、実家に帰ったらお母さんがすごい綺麗な 4K だと思うけどテレビ買って、それでプレイしたらこんなに綺麗なんだって思った。古いって言っても別にブラウン管とかじゃない、でもブラウン管何年か前までは使ってた、それはすごい。僕にはね、その今はグラフィックのこだわりというよりは、特にこう広い世界観のあるゲーム、例えばオープンワールド系とか、そういうものはやっぱこうでかいモニターで見たいっていう、うん、だからゼルダとかもやっぱそれでやるとすごい伝わってくるもの、ね、うんうん、あともう一つは、ヘッドホンだね、イヤホン、う
あまりテレビのスピーカーじゃなくて直接耳に刺したいという気持ちすごくありました、ね、うん、ほとんどのゲームはイヤホンでやりますでそれは PS4 とかそういう系のさコントローラー直接つな、はいはい、がるのも一番、うん、PS4 が発表された瞬間でそれは一番嬉しかった、確かに便利だね。でスイッチにないのは残念すぎる、遠くなっちゃうからね、はい、うん、ありますまあその限定的なこだわりはないけど、なんかと状況においてはいろいろあって、まあヘッドホンはまあ基本もちろんするけど、まあ、本当は僕イヤホンとかヘッドホン嫌いでオーディオ感鳴らしたいんだけど、うん、ゲームのオーディオってはっきり言ってヘッドホンにチューニングされてるね。あ、そうなんですね。だから大抵そう、だからあんまりスピーカーで鳴らしてもダメ、定位がわからないし、はい、ダメだから、でも音楽はスピーカーがいいけどゲームは基本ヘッドホンの、それ知らなかったな。そうなんだ。だからそれ、まあ、チューニングする人も絶対それでチューニングしてるから、そっかそっか、うん、全然違う。であともう一つは、まあ、入力デバイスだよね。入力デバイスはいろいろ考えて、僕は結構変なスタイルでゲームしてることがやっぱ多いから、よく考えるのはこのゲームはパッド、まあ、PC ゲーがよくやるからパッドですべきか、あのマウスとキーボードですべきか、すごいこだわるっていうか考える、どっちが一番いいのかと。で、まあ、一般的に考えた場合、オープンワールドとか、まあ、大抵 TPS だけどはパッドがいい、でも FPS で一日をしても大抵キーボードがいい。そうですね。でこれは何が変わるかっていうと、入力装置自体が変わるだけじゃなくて、その距離感が変わるんだよね、で FPS とかって、まあ、アドベンチャーゲームもそうだけど結構近い距離感でさせることを意識してるから、こうやってやっちゃったらね、全然ね体験として変わっちゃうから。変わっちゃう、僕もね、あんまりソファーでゲーム遊ばないんですよ。ソファーとテレビ離れすぎて、遠くなっちゃうから、その間に椅子を置いて、でもね、GTA みたいなゲームをでかい画面でこうやってソファーでいい加減にするのはすげえ、ああいいですよね。間違っちゃったみたいな、人殺しちゃったみたいな感じがすごい楽しい。やっぱくつろいでプレイするのって気持ちいい。気持ちいい、気持ちいいですね。だそういうのはある。これはね、まだ、具体的にちょっと誰ととあんまり言えない、プライベートな話だったら言えないんですけど、まあ、昔ね、まあ、ゲームのクリエイターとこういった話して、彼は、まあ、AAA 用のタイトルを作ってる中で、はい、そのゲームが、まあ、実際ね、見た目とかサウンドとか全てプレゼンテーション素晴らしかったけど、うん、ゲームの内容めちゃくちゃこうつまんなくて、ユーザーみんなこう文句言ったようなゲームなんですね。で、そのゲームまだ出てないな中だったけど、まあそうなりそうな、分かりやすくて、でその本人と話して、彼は、まあ、そのゲームを開発するときにこう一番リッチなエクスペリエンスを、まあ、届けたいから、そういったものを全てこうすごいこうディテール、細かいディテールまで我々が考えてますし、ゲーマーが我々の作っているゲームを小さいなテレビ、ボロボロのスピーカーでプレイするのは、僕らにとしてはあんまありえるから、ね、失礼とか、はいはいはい、そういった気持ちで作ってますと言って、うん、で僕が言ったのは、まあでも正直ゲームが楽しければ、まあ、どんな条件でプレイしても楽しいし、うんうん、音楽もそうじゃないですか。素敵な曲を聴いたら、iPhone のスピーカーで聴いてもシャワーの中で聴いても、うん、まあ、その曲のメロディーとかリズムが伝わるから。でしかも今の時代だったらみんなそういう環境で音楽聴いてるよ、そしてゲーム遊んでるよ、人によって。なので、そこまでこだわると意味ないと思ってまして、うん、まあ、内容がナンバーワンですね。そう思う。まあただその表現する側としてはどういった環境するかはやっぱ複数選べないことがあるから、ターゲットしなきゃいけないとなる。うん、まあそんなところで。何答えてない。あ、僕は 5.1 チャンネルしてるぐらいですね。ああ、なるほど。っていうと音響が、音響が、うん、それぐらいですね。5.1 チャンネルはそのスピーカー、それともヘッドセットの。いや、スピーカーです。おお、それすごい、部屋に置いて。そうなんだ。うん、あ、じゃあ結構すごい。だライブゲームベース。まあそれは結構て定位をしっかり。金持ちだな。置かなかったら結構、はい、ずれちゃったり。あれは一昨年ぐらいに組んで結構すごい。いいな、それは羨ましい。いい体験になりました。そうそう、うん、ゲーム用にセッティングすればね、あのスピーカーでも結構綺麗に定位はできるんで、ね、うんうんうん、あんまりお金がないときはもうヘッドフォンとか 5.1 の、うん、ね、あの、はい、疑似 5.1 サウンドがあるんで。はい、次。はい、はい、あ、俺これ俺に質問だ。魚黒さん、黒さん、はい、今井さんにライフズストレンジシーズン2、まあ、シーズン2なのかな、あれアナウンスされたことについての、うん、感想をお願いします。正直に言えばこれだけです。でもまだ何も発表されてないの。そうですね、何も発表されてない。
あのまあ、どうなるか気になる、はい、あのステージあの話の続きやるって無理だから。今井さんの去年の一番のゲームだもんね、うん、一応まあほぼそうじゃないですか、ね、まあ、うん、他にもあるけど、まあ、単純に嬉しい、うんうん、ただし、まあ、どういう風にお話作るのかは難しそうですね、うんうんうん、一応前作でちゃんと綺麗に終わってるんです。終わってるっていうかね、でも別にマックスのこれからだってまあ作れる、いや無理でしょう。あんな話の続きはないよ。でもそれエンディング2つあるんだけど、どっちかのエンディングってはっきりしちゃうじゃん。あ、そっか、あのエンディング2つ分岐するんですね。あ、ないね、ごめん、そうそう、絶対ないって、ないね、あれの続きはない。あるとしたらあの高校の違う人のエピソードとか、全く違う舞台で似たような設定のエピソードとか、それか、クロエとマックスの幼少期、そう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 、まあ、プリシークエルみたいな、ね、プリシークエル前日談、うん、そうだね。でも難しいよね、難しいね、あんまり結構完成度高いから、その全体として終わり方、まあ、ストーリーのね、あの完成度というか、うん、まあ、その後に何かを作るのは難しそうだな、うん、はい、いきましょう、はい、はい、シゲオンさん、こんにちは。国内ではファイナルファンタジーよりドラクエの方が売り上げだけを判断した場合人気があると思うんですが、海外では圧倒的に FF、うん、ファイナルファンタジーは人気なのはなぜなのでしょうかと。なるほど。やはり戦闘システムが受け入れられないということでしょうか。特に海外出身のダニエルさんと、クラベさんで自国でドラクエがどう受け取られているか教えてほしいです、うん、気になる、うん、特に、ね、なんですかね、あのファイナルファンタジーが、海外で一番こう話題になり始めたのは多分、はい、セブンかというところですね。セブンは、まあ、ヨーロッパだったね、あのアメリカとか分かんないですけど、うん、あの初めてファイナルファンタジーが公式として、はい、あのヨーロッパに出たんです。その前ヨーロッパはね、6は出てるよ。いやだから、いや今は出てる、US とかは違うかもしれないけど、あの大規模なローンチはセブンから。大規模はセブン、普通にローンチはあったよ、6。いや、そうそうだし、うん、いやもっと前にファイナルファンタジーの US 版のバージョンすらある。ローカライズしたバージョンとか。はいはいはい、だから、それはあの各リージョンと違う、うん。ヨーロッパあった気がする。まあいいや、それは調べるとして、うん、なかった、なかった。本当？で、俺見たよ、テントニー FF6。まあいい、日本の直輸入版じゃん。そうなのかな、うん、あ、本当？なので、まあそして、プレイステーワンのね、まあ、盛り上がってる際で出たし、はい、すごく、すごい印象だったんですよ。やっぱこういうゲームってまず、ストーリーはめちゃくちゃ変だけど面白いし、サブクエストとかのストーリーも含めて、うんうんうん、めっちゃ面白かったし、長いし、もうディスク4枚でしたっけ。はいはいはい、はい、そしてビジュアルすごくその当時すごい驚きだったよね、うん、綺麗とか、まあ、そういったものヨーロッパ人の僕らはあまりこう見たことないような、まあ、初体験だったと、ね、本当にそうだったんですね。それは一つだと思う。と、うん、逆にドラクエはね、多分全てのタイトルはローカライズされてない、宣伝されてない、すごい、されてても地味な形で、そうそうそう、変なローカライズでスペインに行っちゃったりしてる、うん、そうなんだ、はいはいはい、だからすごい単純な答えで言うと、多分出してる出してないのもいい、そうそうそう、それもうそれがもうほとんどだと思う。いや、それは大きいけど、あのやっぱりそのシネマティックなものが好まれる傾向もあると思うんだよね、うん、で FF7 はそういうものであるのに対して、ドラクエは極めてその物静かな、あの地味な形のゲームだから、うんうんうん、そことの相性もちょっと関係あるのかなとは思う、まあね、でも近年はだいぶ、まあ、FF ほどじゃないけど、もちろんでもドラクエがね、あのローカライズされるようになったから、俺もそのだから自分があの、まあ、16歳までオランダで暮らしてる時にドラクエの話出たことは一度もないけど、はい、帰省した時にドラクエ買ってる友達は普通にいた、うん、まあドラクエは単純な話、 FF よりも全然ローカライズされてなかったっていうのが一番単純な話。スクエニになってからだいぶ変わったんだ、ね、それでもさ遅いじゃん、やっぱそうだから、もう基本あの JRPG の部分の後だし、そうでもそれでも、うん、確か今あのヨーロッパでドラクエ9 50万本くらい売れた、結構売れるよね、そうそうそう、まあ、遅いって言ったのは、うん、そのローカルされるのがやっぱりね全然ラグがある、あラグあるね、うん、FM はさ世界同時でやるじゃん、はいはいはい、はい、世界同時はでも15が始めたから、まあまあ15か、まあ13はそこまでじゃなかった、やったって1、2ヶ月とかな、ね、うん、でもドラクエなんて下手すれば1年か半年ぐらいは余裕でかかる、そうそう、それぐらいかかる、うん、それがやっぱ大きいし、まあ、だってあの、うん、FF の新作の発表は絶対 E3 とかそういう感じで発表されるけど、ドラクエの新作は日本だもん、まあ、ドラクエはやっぱり日本でもその国内向けのタイトルっていう意識が強いから、うん、また日本で言うとね、あの、まあ、やっぱ、まあ、JRPG というんですけど、うん、まあ、やっぱりジャパン向けの RPG のスタイルじゃないですか、はいはいはい、だから日本だったらそのジャンルとしてこう、うん、複数の大人気タイトルあるじゃないですか、うん、だから
ドラクエの方が上にしても FF も大人気じゃん国内、うん、今大人気だね。で海外だったら、まだちょっとニッチなジャンルなので、あのそこまでたくさん昔はニッチじゃなかったけどニッチになった印象がある俺の中で。どっちが JRPG 最近、うん、どうなのかな。だってだあのプレス 初代プレステの時代は向こうで、まあそれは以外に、まあでも FF 以外でそんないっぱいあったかっていうのは、まあ、あったけど、まあ、まあクロノトリガーとかかなり人気だしね、うん、あそっか、うん、いやでも一般のプレイヤー絶対分かるような JRPG フランチャイズそんなにないですね。ないか、まあそっか、うん、FF ぐらいかな、ね、そうだね、本当にビッグなのはそうなのかもしれないね、うん、確かにそうなんだな。まああと、うん、これはまあ微妙なニュアンスだと思うんだけど、ビジュアルのスタイルが、うん、まあ、FF だったらまあちょっとかっこいいというか、ドラクエはもうちょっとカートゥーニッシュな感じがあるんで、うん、それもまあ一つかもしれない、うん、もう関係あるのかもね。まあ何しろやっぱりあとあのドラクエは時代を最先端に行こうとしてないところも多分噛み合わないのかもしれないなと思う。結構ドラクエはその守るもの、守るべきものがあって、はいはい、それをずっと 守り続けて、まあ、安心できるゲームを作ってるのに対して、うん、FF はどん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 形を変えようとして今の時代についていこうとして、まあまあね、最先端なのかどこかよく分かんないけどFF らしさっていう何かよく分からないところで、でも前に行こうとしてる、少なくとも、うん、常に新しいことをやるんですね。いやコメントは以上です、はいはいはい、ありがとうございます。また来週の番組までみんなねちょっ と、ちゃんと寝ますので、はい、回復していきます。僕いないですね来週。あれそうなんですか、はい、じゃあ面白くなる ねひどいよいつも一番あれでも今日俺も言いたいステージでも、ステージでもちょっと言い過ぎたな、ちょっとステージでは言い過ぎた、ね、いやクビにしますよじゃあ来週から僕もいませんなので、まあ、最後までねいつも見てくれて、はい、ありがとうございます、はい、また来週のしゃべりすぎゲームでした、はい、バイバイ、バイバイ。